はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、日本酒です。八海山ですね。の、吟醸酒買いました。値段が1700円ぐらいですね。こちら 720ml。アルコール度数が15.5度。原材料名が米かっこ国産。米麹かっこ国産米。醸造アルコール。精米歩合が50%。八海醸造株式会社。ということでね。吟醸酒。製造年月日が14年の7月30日。1ヶ月。2ヶ月近く経ってるけど、まあ、いいか。それでは、ね、飲んでみましょう。八海山。俺の一番大好きな日本酒ですが。まあ今のところ、八海山は、まあ美味しい。通常の一番安いやつが一番好きだな。うまい。けど、うまい。甘い。結構甘いな。普通酒が甘い気がするな、これが。そんな甘かったっけ？甘い。結構甘い。ただ、なんていうかな。米っていう味は、いや、するんだけどさ。うまいんだけど、やっぱ普通酒が一番うまいな。ちょっとあれだよね。甘いのと米の味が結構してる気がするんで。海山。微妙。いや、うまいんだけどね。日本酒とかプラス5。日本酒とプラス5か。あんまりあれだな。プラス5とは思えないほど甘いな。八海山の清酒がもう一応プラス5ですね。これやっぱ冷やした方がうまい。冷やしたロックとかで飲んだ方がうまいんじゃん。塩米が、山田錦と500万石となってるみたいです。うまいんだけどね。これロックで飲んだ方が美味しいな、これな。多分な。まあ、美味しいは美味しいですけど。
あ、もうちょっとで越後で早漏が発売しますね。八海山の原酒。八海山の搾りたて原酒。以前俺特別純米原酒は飲みましたが、越後で早漏は2種類あって、普通の搾りたて原酒と、多分普通酒の原酒なんだろうなと、純米吟醸の搾りたて原酒。があるみたいです。まあ、ここら辺は生酒なんでね、火入れしてないから、パパッと飲まないといけないんで、まあ、ちっちゃいやつ買おうかな。やっぱ飲みやすいな。あんまりそこまで米っていう味がしてこないんで、非常に飲みやすい、かな。美味しい、美味しいけども、これ結構甘いですね。結構甘い。結構甘いです。3444で、ご視聴ありがとうございました。